私がお化粧してる間に夫が朝ごはんを作っていて、なんかこう会話しながら、今日天気なんか寒いの暑いのとかなんかいう話をしながら朝ごはん作ってもらっててお化粧してるって感じです。シャツが好きなのでトップスから選ぶようにしています。シャツは選びやすいように色で分けてすぐパッと取れるようにしようと思います。今日はこれにします。パンツも同じようにすぐに選べるように一目瞭然になるようにこういう風に収納しています。でトップスは短いのがこっちで長いのはこっちっていう感じで分けてます。今日はこれを着ようと思います。全部かけるんでしょう。パンツもなんかなんならデニムをかけるぐらい。アイロンかけてパリッとしたものを着ると気持ちがシャキッとするんでやってます。今日はサロペットを大人っぽく着ようと思ってシャツを合わせました。ピアスもちょっと縦長の揺れるタイプが大人っぽくなるのでそれで選んでいます。あとは小物はカバンと靴を黒で大人っぽくなるように仕上げました。